皆さんこんにちは、デジマークッキングのチョウです。今日は茹でずに空心菜は色落ちしないコツを紹介します。空心菜は中華料理なのでポピュラーな食材で、特に炒め物によく使われています。簡単にできる料理だからこそ、鮮度が命です。全体に張りがあって、色が鮮やかなものを選んでください。たっぷりの水をボウルに入れて塩を加えます。残留農薬が気になる方は塩水で洗うのがおすすめです。空心菜の葉っぱと茎を手で優しく洗います。30秒くらい洗ったら塩水を捨てて、さらに流水で10秒くらい洗います。洗った空心菜の葉っぱと茎を手でちぎりながら分けます。根元の切り口の部分も少し取り除きます。包丁で切るよりも手でちぎった方がシャキシャキ感をより味わうことができますし、野菜の色も変色しにくくなります。炒める順番がありますので、ちぎり終わったら葉っぱと茎を分けてボウルに入れます。かぶる程度の水を注ぎます。お酢を加えて10分くらい漬けます。空心菜は癖がないので、下茹ででなしても大丈夫です。色が落ちないように、炒める前にお酢あるいはレモン汁が入っている水につけた方がいいです。次にニンニクを用意します。包丁でニンニクを潰して薄皮を取り除きます。ニンニクの根元の硬い部分を切り落としてから薄切りにします。おかずに彩りを添えるため、赤ピーマンも少し用意します。フライパンに油をひいてから強火にかけて熱します。ニンニクを入れて香りが立つまで炒めます。ニンニクは後で使うので半分ぐらい残しておきます。空心菜の茎の部分を先に入れて強火で炒めます。油が馴染んだら葉っぱを加えます。ざっと炒め合わせたら塩を加えて炒めます。だいたい30秒ぐらい炒めたら赤ピーマンを入れます。赤ピーマンを入れてさらに10秒ぐらい炒め合わせたらニンニクを加えます。ニンニクを加えてさっさと炒めたらすぐにお皿に盛り付けます。手早く料理なので葉っぱを加えてから強火で1分ぐらい炒めたら出来上がりです。炒めすぎると葉っぱがしなしなになってシャキシャキの食感も味わえません。シンプルな味付けが素材の旨味を引き出してついついお箸が進みます。オイスターソースでアレンジしても美味しいです。こちらはデジマークッキングです。次回もお楽しみに。